ラバン社からも10倍切ってきましたよ、締め切り直前を打つ。まあ、ですから、はい、展開はねやっぱり、ね、うん、あの7番が有利でしょう、はいはい、でここをどうやって乗り切っていくのか、7番車の櫻井選手、もう本当に最近はこう番手でのレースがね、そうですね、板についてきた、はい、ですからもう本当ね6番の、うん、下岡のライン、ここが並ぶんであればね、はい、うん、1番3番でしょうけども、櫻、うん、まあ、井もさっき今ちょっとね触れられた、今年その追い込みに変わってきて、うん、まあ、こういったいろいろ本人なりにここは回っていいのかなとかいろいろね、あの自分なりに、まあ、特に今そのコロナ禍対策での取材が、ある程度その共同会見形式を取ってますから、うん、まあ、そこで自分のね考えをみんなに言うケースあるんですけど、そうですね、はい、さてどんなレースになっていくんでしょうか。第1レースとなります。本日も久保山義太郎さんの実況でお楽しみください。本場にご来場のお客様、そして全国の競輪ファンの皆様、おはようございます。競輪グランプリ2022シリーズが開幕しました。平塚市阿部間湘南バンクです。年末の大一番競輪グランプリを30日に控え、初日はヤンググランプリをメインレースとして F1 第15回寺内大吉記念杯競輪が行われます。2022年最後の激闘シリーズがいよいよスタートです。どうぞスター選手たちの熱いレースを存分にお楽しみください。競争は第1レース S 級予選競争です。距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーをご紹介いたします。1番埼玉久喜原博士、2番広島西田正史、3番埼玉岡光義、4番福島金沢浩二、5番新潟原田大志、6番三重下岡翔也、7番宮城桜井正隆、8番鹿児島上吹越俊一、9番青森磯島正義。以上のメンバーによる対戦です。快晴となりました初日の平塚競輪場です。気温は現在10度、湿度は 50%、 風は北東の風1メートルと発表されています。バンク内の風向きはバック側からホーム側に向かっての風向きとなっています。いいコンディションとなりました初日の湘南バンク。体制完了しました。後方になりました第1レース S 級予選競争スタートです。まずは3番岡光義が上がって1コーナー、続いて5番が原田大志です。1番久喜原博士の関東勢が前段、2番車西田正史がいて、8番上吹越俊一、6番は下岡翔也、9番磯島正義、7番桜井正隆、最後尾4番金沢浩二です。先頭は3コーナーから2センター、関東ラインの一番前に入っていく一番下埼玉久喜原博士。 F1 の予選スタートは4月以来となりました。今年は10月の抱負で優勝があります久喜原博士、メンバー中唯一の一般レーサー。2周回目に入ります。マークは3番埼玉岡光義、予選は8場所連続連帯中です。ライン自力型を足場にしっかりと決めています3番岡光義、3番手を回る5番新潟原田大志、1番3番5番関東ラインです。4番手からは短距離の選手が3人続くようです。2番広島西田正史は4番手から、来季は10年ぶりに一般に戻ります西田正史、続いて8番車鹿児島上吹越俊一、幕張足を持っています。6番の三重下岡翔也が現在6番手、この人も自力を持っています。短期の3人、そして東北勢が3人、7番手に9番青森の磯島正義に、平塚得意バンク7番桜井正隆、4番車福島金沢浩二が東北ライン3番手、9番7番4番です。第3周回に入って2コーナーからバックストレッチ、人気の中心は1番車埼玉久喜原博士、3番岡光義マークです。1番3番埼玉勢に5番の原田大志、関東勢が3車、2番西田正史が4番手から、8番上吹越俊一がいて、6番下岡翔也、動く東北ラインです。9番磯島正義、ゆっくりと上がっていきます。
今赤番を通過するところ、1番久木原博士はどうするか。1コーナー東北勢前を抑えて1番久木原博士、関東勢が引いた瞬間に切り替えた2番西田正史、6番の上吹越俊一、いや下越彩が5番手に切り替えました。1番の久木原博士は現在6番手に引いて今ジャンが鳴ったところです。2センター9番磯島正史、流し気味で4コーナーを回ります。さあ4コーナー回って9番磯島正義、そのまま先行です。6番のここは下岡翔が短期で攻めてきました。今1コーナーです。6番の下岡翔が現在2番手まで上がっていますが、ここは磯島正義ペース上げる。ここは6番の下岡翔が交代したところで1番の久木原氏のアタック、200を切る3コーナー、一気に前段まくり切る関東勢、形勢一気に逆転。1番久木原氏先頭、後ろ3番の岡光義、久木原博氏のまくりが決まりました。1番3番1レース SQ 予選競争、久木原博士のスピードまくりが決まって関東勢上位独占模様です。このレースは異常なしです。1レースリプレイをご覧ください。東北勢が主導権、まくった久木原博士、マーク岡光義、人気両者ワンツーです。スーパースローをご覧ください。3着も5番の原田大志が踏ん張っている感じ。1番3番3着5番原田大志、大勢有利です。決定放送までお待ちください。1レースの模様でした。第1レース SQ 予選の模様をご覧いただきました。9番車の磯島選手が主導権を取っていったんですが、1番車の久木原選手のスピード、いいスピードでのまくり、今ゴール前の様子をご覧いただいています。大きな口開けていますね。声が出てるんでしょうかね。この久木原選手が、まあ、届いたようにも見えましたね、はいはい、やはりいいスピードだった。スピードがねちょっと違いましたね、うん、そうですね、はい、ちょうどあの下岡選手が仕掛けていったっていうシーンもありましたからね。ちょっと短期の下岡の仕掛けがあったことによってね、少しペースが上がって、はい、あのちょうどそして久木原とのタイミングもあったし、まあ、ちょっとじゃ 今の、うん、まあ、近況のちょっと足の差が出たっていう感じでしたね。久木原と磯島はそうですね、まあ、展開はある程度、まあ、私はその7番桜井本命でしたから、うん、あの展開なんですよね。9742、6番いて、はい、どのタイミングでいけるか、うん、9番もある程度磯島も流してましたから、そうでしたね、はい、第1レースの結果までご覧お待ちいただきたいと思います。さあ続いては第2レースです。 S 級の予選、今選手紹介ご覧いただいていますが、ここで放送です。決定、1着1番、2着3番、3着5番。の払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式13390円、枠番連勝単式13620円、車番連勝複式1番3番440円、車番連勝単式1番3番610円、3連勝複式1番3番5番1700円、3連勝単式1番3番5番3320円、ワイド1番3番260円、1番5番1140円、3番5番1200円、以上でございます。どうなっていくのか楽しみですね。さてそして第2レースです。5番車の小原選手の表情をご覧いただいています。そのヤンググランプリのお話もね、はい、あのオープニングの時にしていただきましたけれども、また全然違う気持ちで今こうやって走ってるのかなって思いますね。そうですね、はい、やっぱりね昨年の覇者ですから、うん、その小原選手がこの後走るヤンググランプリの選手たち115期ですから、まあ、昨年がラストチャンス、それこそそうですよね、うん、ラストチャンスをものにして、うん、で今年はね117期が1期下がそうですよね、ラストチャンス、まあ、オーラとしてはねやっぱりそう先輩としてね、そうですよね、後輩に見せていきたいところです、 見せたいですね。それでは第2レースです。実況でご覧ください。
競輪グランプリ2022シリーズ第15回寺内大吉記念杯競輪初日のアベマ湘南バンクです。競争は第2レースを迎えています。競争種目は S 級予選競争、距離はバンク5周2025メートルです。気温は1度上がりまして11度となっています。湿度が 45%、 風は風速1メートル、バンク側からホーム側に向かっての風向きです。競争は第2レース S 級予選競争、距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番兵庫沢田義和、2番青森佐藤和也、3番静岡内山正隆、4番福井鷲田浩二、5番青森小原優太、6番地元ホームバンク荻野悟、7番大阪岡崎智也、8番青森工藤正史、9番静岡二藤源太、以上のメンバーによる対戦です。このレースは3分戦となりました。近畿勢、南関勢、そして青森勢、佐藤和也は小原優太マークの競争、平塚得意バンク3番車内山正隆、そして小原優太、昨年のヤンググランプリ覇者です。所属するナショナルチームでは10月のトラック世界選手権で1キロメートルタイムトライアル59秒796という日本新記録を出しています。号砲になりました。第2レース S 級予選競争をスタートしました。2番佐藤和也前を取ります。2番手から上がる1番沢田義和、5番が小原優太、4番鷲田浩二、8番工藤正史、7番は岡崎智也、9番二藤源太、3番内山正隆、最後尾6番荻野悟です。いやばらけた展開で第3コーナー、先頭2番青森佐藤和也、小原優太の上昇を待ちます。その小原優太アウトコースから上がっていきました。昨年はヤンググランプリを制覇している小原優太、当地は A 級と S 級で完全優勝があります。マーク2番佐藤和也、8番の青森工藤正史が上がって、ここは青森トリオ5番2番8番です。7番の岡崎智也が4番手に上がります。常に果敢に攻める機動力タイプ、大阪7番岡崎智也、マーク1番兵庫の沢田義和、4番福井の鷲田浩二が近畿トリオ3番手、7番1番4番近畿勢が中段、3番静岡内山正隆7番手、平塚は A 級で完全優勝があります。当時前回10月開催は予選は先行逃げ切り、3日間バックを取っています。マーク9番同県静岡二藤源太、第3週間に入りました。静岡勢を追走がホームの6番荻野悟、3番9番6番は南関勢です。周回は第3周回の2コーナー、3分戦の2レース、先頭5番車青森小原優太です。2番佐藤和也がマークして、西田丹の1番人気は2番5番 3.9 倍でした。締め切り直前のオッズです。5番2番8番青森トリオ、中段に7番1番4番近畿勢、南関勢動きます。3番内山正隆、さあ南関勢押し上げていきます。今赤番通過、5番小原優太は引きました。南関勢が出て、これで7番岡崎智也が4番手に上がって、5番の小原優太を抑えてインから入って、今度は3番手に入った7番の岡崎智也、6番の荻野悟をどかしました。ジャンが鳴って、荻野悟がもう一度3番手に上がるのか、いや交代する。2センターから4コーナー、3番内山正隆が流しているところ、一気にかますのは5番の小原優太です。小原優太が一気に仕掛ける。8番の工藤正史がついていけません。青森勢は2人となった。残り1周を切って2コーナー、5番2番青森勢が後続をぐんぐんと引き離していきます。3番手追いかける3番内山正隆も一気に離されました。今度は7番の岡崎留が自力で現在3番手に上がっていきますが、まだ前は遠い。4コーナー回る。5番の小原優太先頭で帰ってくる。後ろは2番の佐藤和也だ。小原優太粘った、粘り切りました。5番2番7番が取り、見事なスピード、小原優太素晴らしい出足でした。2レース S 級予選競争、5番2番青森勢ワンツー、
走路は異常なしです。リプレイをご覧ください。5番2番3着7番岡崎智也が入っている感じ。リプレイゴール線上をご覧ください。トラック世界選手権で日本新記録を出した小原優太、さすがのスピードを見せつけています。スーパースローをご覧ください。5番2番3着7番岡崎智也です。決定放送までお待ちください。2レースの模様でした。第2レース S 級の予選の模様をご覧いただきました。強かったですね。そうですね、やっぱり潜在能力、昨年の、ね、ヤングランプリ覇者として、はい、うん、やっぱりそのなんていうかな、潜在能力の高さですね、見せつけて、もうやっぱスピードが違いましたね。ここっていう時の踏み出した時の、まあ、だからこれが上位陣相手だとやっぱ相手にね、あの先輩たちにこれでもやられるんだけど、これだとやっぱちょっともう力だけで勝つっていう、はい、そういうレースでしたね。そうですね、はい、先ほどのその久木原選手のまくりのタイムも良かったですけれども、はい、なんとなくこの小原選手のタイムも楽しみになります。そうですね、第2レースの結果までお待ちいただきましょう。さて続いては第3レース S 級の予選となっていきます。一番車の原田亮太選手ほかご覧の9名での対戦です。どうでしょうか、ここ1番4番6番ありました ね、これね、ポイントのちょうど説明しますけども、はい、千葉146です。ここだけちょっと分かりませんでしたね。で5番3番9番、うん、福島の酒井に、うん、北海道の菊池、北海道の河津、そして2番7番8番東京の鈴木に栃木の江連、群馬の甲斐、まあ、2番7番8番神田と、はい、では放送です。決定。1着5番、2着2番、3着7番。平塚競輪2レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式24230円、枠番連勝単式42510円、車番連勝複式2番5番220円、車番連勝単式5番2番640円、3連勝複式2番5番7番600円、3連勝単式5番2番7番2320円、ワイド2番5番150円、5番7番470円、2番7番260円、以上でございますです。鈴木選手もヤンググランプリ出場経験ありということで、もう本当に相性もいいんじゃないかなと思いますけれどもね。ここ平塚でもその鈴木選手がまどこまで届いてくるのかっていうところもここポイントになりそうですね。そうですね、やっぱりまあ、はい、戦略的にもこの1番の原田と5番の酒井相手だったらね、あのいい位置は取れるでしょうし、はい、だからあっさりまくっての2番7番も2番人気ですし、そうですね、うん、そして1番車の原田選手もここでは自分のレースができるかどうか、このあたり注目していただきたいと思います。そしてどうでしょう、9番車の河内選手の横顔を見ていただいて、いよいよ第3レースです。実況でご覧ください。競輪グランプリ2022シリーズ第15回寺内大吉記念競輪杯、初日のアベマ湘南パルクです。風は微風と変わりました。発表では東の風 0.5 メートル、2コーナーから4コーナーに向かっての風向きです。競争は第3レース S 級予選競争第3組、距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーを1から順を追ってご紹介いたします。1番千葉原田亮太、2番東京鈴木隆一、3番北海道菊池慶翔、4番千葉加賀山敦、5番福島酒井優太、6番千
小林良部、7番栃木江津で和弘、8番群馬甲斐康明、9番北海道川津優希。以上のメンバーによる対戦です。3分戦となりました。サンレース S 級予選競争です。ヤンググランプリ覇者が2人並びました。鈴木隆一は2017年の当時ヤンググランプリ、そして菊池敬翔は2007年立川ヤンググランプリの覇者です。人気もこの2人が2番3番1番人気に押されていました。 5.8 倍でした。締め切り直前のオッズです。発送いたします。構えての号令です。体制完了。号砲になりました。第3レース S 級予選競争スタートです。大外9番川津優希が行きましたが、内から1番原田亮太、ここは原田亮太が前を取るのか、両者並んでいます。2番車鈴木隆二がその後ろから、続いて6番小林良部、4番加賀山敦、5番が坂井優太、3番菊池敬翔、7番江津和弘、最後尾8番甲斐康明です。原田亮太が前を取りまして、4番加賀山敦が上がってまいりまして、千葉勢が前段となりますが、先頭は原田亮太。 F1 の予選は先行して結果を残しています。1番原田亮太、マーク4番加賀山敦、6番の小林良部、千葉トリオ3番手、3人ともに自力を持っていますが、並びは1番4番6番。2周回目の1コーナー、5番福島坂井優太は4番手から、来季は初の一般昇班を決めています坂井優太、上位で戦うための足をさらにつけていきたいところ。後ろは3番車北海道菊池敬翔です。そして9番川津由紀が続きます。5番3番9番北日本勢、2番東京鈴木隆二は7番手から。復調した今年の鈴木隆二、昨年なかった優勝が今年は3回あります。鈴木隆二、マーク7番車栃木の江津で和弘、大ベテラン健在、8番車の甲斐康明が関東ライン3番手、2番7番8番。周回は3周回目の1コーナー、1番千葉の徹底先行原田亮太先頭です。千葉トリオが前段、1番4番6番、5番坂井優太、中段4番手で早くも動いた2番鈴木隆二、アウトコースから上がっていくのは関東ラインです。第3周回3コーナー、2番7番8番、関東勢が上がって千葉勢に並びかけて4コーナーを回ります。原田亮太は引きません。赤番を今通過するところです。鈴木隆二さらに車を上げて、原田亮太も内から突っ張る気配、いや下がった、下がって2番手こじ開けるのか、いや下がります。1番原田亮太内に包まれたところで、5番の坂井優太が発進体制、今ジャンが鳴って、ここは北日本勢が行く。2番車鈴木隆二は3番手のインコースにいます。9番車の川津優希をどかしにかかる。3番手並走、2番鈴木隆二は3番手を狙っている。流す5番坂井優太、マーク3番菊池敬翔、ここで1番の原田亮太が外から飛んできた。千葉勢が攻める。2コーナーブロックを受ける。2コーナーからバックストレッチ、逃げる5番の坂井優太、1番の原田亮太が渾身のまくり、2番手に上がった、いやまくり切った原田亮太、まくり切りました。4番加賀山氏が遅れを取って2番手ローここで落車があった。3人落車、1番原田亮太先頭で、3番の菊池敬翔、1番3番4番あたり。このレース4コーナーで3人の選手が落車です。2番5番9番選手、この3人が落車。お手持ちの投票券は決定放送が出るまでは処分なさらないようにお願いいたします。原田亮太のまくりが決まったレース、まだ確定ではありません。落車した3人ともに危険のようです。原田亮太2コーナーあたりで張られたんですが、再アタックのまくりがち原田亮太。落車した3選手は棄権しています。鈴木隆二選手、
坂井雄太選手、カード由紀選手。それではリプレイをご覧ください。4コーナーで3選手落車、まくり切った原田亮太、2番手追いかけた3番菊池慶翔。リプレイゴール線上は1番3番4番スーパースローです。1番3番4番4着6番小林良吾が入っているようです。このレースはまだ確定はしておりません。お手持ちの投票権は決定後そこ出るまでは処分なさらないようにお願いいたします。このレースは審議となります。放送をお聞きください。お知らせします。ただいまより第4コーナー付近の事象について審議いたします。審議対象選手は2番、5番、9番です。審議の結果と決定はしばらくお待ちください。第3レース SQ 予選の模様をご覧いただきました。この第3レースなんですが、審議が行われます。4コーナー付近の事象についてと審議となりまして、対象選手が2番車の鈴木隆司選手、5番車の坂井雄太選手、そして9番車の河津優希選手という放送が入っています。この第3レースの決定までしばらくお待ちいただきたいと思います。この3レースは審議が行われます。4コーナー付近の事象についての審議となります。対象選手が2番車、5番車、9番車という放送が入りました。決定までしばらくお待ちいただきたいと思います。さて、この3レースなんですが、かなり、ね、激しいレースということになりましたけれども、最終的には1番車の原田選手がまくっていったようにも見えています。では放送が入ります。お待たせしました。ただいまのレースの審議対象選手は2番、5番、9番ですが、3着までには到達しておりません。決定。1着1番、2着3番、3着4番。平塚競輪3レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式13,930円、枠番連勝単式13,850円、車番連勝複式1番3番3,600円、車番連勝単式1番3番8,830円、3連勝複式1番3番4番5,410円、3連勝単式1番3番4番49,870円、ワイド1番3番1,190円、1番4番1,140円、3番4番660円。以上でございます。さて、バンク内では第4レースの選手紹介が行われています。この第4レースなんですが、2番車の河合選手が当日欠場になっておりますので、どうぞ皆様お間違いのないようにお願いいたします。後ほど選手紹介も確認していきたいと思いますが、ここはどうでしょうか。9番6番というラインができていますね。神奈川勢、地元勢というところです。9番6番というラインができています。後ほど確認していきたいと思います。第4レース SQ の予選です。2番車の河合選手がここは当日欠場となっています。ラインは3つに分かれてきそうです。後ほど確認していきます。バンクコンディションもご覧いただいていますね。天候は晴れ、気温が11度になっています。東の風が 0.5 メートル、湿度 45% です。こちらのバンクコンディションもぜひ参考になさってください。では第3レースの結果です。1着1番原田亮太、2着3番菊池慶翔、3着は4番加賀山敦。払い戻し金です。2車単1番3番8,830円、3連単1番3番4番49,870円でした。その他の払い戻し金はご覧の通りです。ただいまから平塚競輪第3レースの審議 VTR を放映いたします。
最終周回第2センター付近における2番、5番、9番選手の落車は、9番選手の2番選手に対する外対線内侵入はあるものの、落車との直接の因果関係はなく、落車は外側を走行する選手の影響を受けた5番選手の違反性のない内側への動きと、2番選手の違反性のない外側への軽微な動きにより接触し発生したものであり、失格とはなりません。第15回寺内大吉記念杯競輪、初日のアベマ湘南パークです。競走は第4レースを迎えています。競走種目は S 級予選競走、距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーをご紹介いたします。1番熊本中村清、2番選手は欠場、3番香川池田則明、4番福岡八弘英介、5番愛媛佐々木豪、6番地元ホームバンク高木隆弘、7番熊本松川隆弘、8番香川近藤誠一、9番地元ホームバンク加藤圭一、以上のメンバーによる対戦です。なお2番河合優也選手は欠場となっています。このレースは8人の対戦です。中村清、ここは松川隆弘マークの競争となります。発送いたします。そして愛媛の佐々木号です。構えての号令かかりました。体制完了、号砲になりました。第4レース S 級予選競争スタートです。内から1番中村清志、前を取りました。2番手3番池田則明、8番近藤誠一、5番は佐々木豪、7番松川隆弘、4番八弘英介、9番加藤圭一、最後尾6番高木隆弘。先頭は3コーナー、1番熊本中村清志スタートを取って、外から上がってきた7番熊本松川隆弘前に入ります。7番1番熊本勢です。そして4番福岡八弘英介、ここは九州勢3番手に入っていきます。7番1番4番九州勢2周回目の1コーナー、5番愛媛佐々木豪が4番手に入ります。2018年静岡ヤンググランプリ3着に入っています。必勝パターンはマクニの佐々木豪、かましも打ちます。そして外から地元の2人が上がってまいりました。河合優也の欠場により目標を失った地元コンビ、4番と5番手に入っています。9番加藤圭一と6番高木隆弘、5番佐々木豪が現在6番手に引いて、マーク3番香川池田則明、その後ろが8番香川近藤誠二の、ここは四国勢です。5番3番8番です。周回は3周回目の1コーナー、前受け体制7番熊本松川隆弘、予選は2連勝中、まくりを2レース続けて予選で決めています。松川隆弘、中村清がマークして3番手固める、4番八弘英介、九州勢7番1番4番加藤圭一がどうするのか、現在中段の4番手にいて、アウトコースから上がっていく四国トリオです。佐々木豪が上がります。マーク3番池田則明、8番近藤誠一、今赤間を通過して、さあ九州勢7番の松川隆弘、一歩引いただけ、内で粘りました。5番車佐々木豪の後ろを狙う7番車松川隆弘、加藤圭一は現在4番手の外にいます。今ジャンが鳴ってスローダウン、5番佐々木豪、ここで地元の2人がアウトコースから追い上げていく、番手争いに加わっていく、9番加藤圭一、3番池田の歴一旦下がった、9番加藤圭一番手を狙いに上がって外にいる、内に7番の松川隆弘、残り1周を切って5番の佐々木豪がペースを上げていく、1コーナーから今2コーナー、
インコースのラマ松川隆弘、外に9番のここは加藤圭一、高木隆弘3番手の外は地元勢が交代、ここは加藤圭一3番手から4番手に下がって、1番中村清志が内から上がって3番手、4コーナー丸、5番の佐々木豪先頭、7番の松川隆弘一気に抜き去ってゴールインです。7番5番4レース S 級予選競争、佐々木豪の番手を奪った7番松川隆弘、佐々木豪を追い込んで7番5番、そして3番池田紀明3着に突っ込んでいる感じ。4レース S 級予選競争、ソウルは異常なしのようです。それでは4レースリプレイをご覧ください。佐々木豪の位置で粘った7番松川隆弘、取り切ってあとは抜き去っての先頭ゴール。7番5番リプレイゴール戦場をご覧ください。続いてスーパースローです。3着どうか、池田紀明が伸びているような感じに見えましたが、スーパースロー3着をご確認ください。7番5番3番の池田紀明、わずかに体勢有利です。決定放送までお待ちください。4レースの模様でした。第4レース S 級の予選の模様をご覧いただきました。こちらはゴール前の様子なんですが、松川選手のレースなかなか攻めていきましたね。そうですね、番手戦に出ると。そうでしたね。佐々木選手の後ろで大混戦となりましたね。はい、そこに地元勢も参加してっていう、はい、見応えのあるレースとなりました。この第4レースの決定まではしばらくお待ちいただきたいと思います。さて続いてが 第5レースですね。 S 級の予選となります。1番車の藤根俊樹選手ほかご覧の9名での対戦です。ここはどうでしょうか、うん、4分線ぐらいになっていきそうですね。そうですね、4分線となってますね。はい、はい、宮本選手、今岡選手のラインが見えています。9番4番少しばらけてきました。後ほどまたゆっくりと確認していきたいと思います。第5レース発走予定時刻が12時45分です。電話投票締め切り時刻12時42分民間ポータルサイト締め切り時刻は12時40分となっていきます。さてバンクコンディションご覧の通りですね。気温11度です。では放送です。決定1着7番、2着、5番、3着、3番。平塚競輪4レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式4号940円、枠番連勝単式541870円、車番連勝複式5番7番970円、車番連勝単式7番5番2330円、3連勝複式3番5番7番360円、3連勝単式7番5番3番4570円、ワイド5番7番270円、3番7番190円、3番5番140円、以上でございます。だから似てるって言われた。不公平だね。ね。ね、言われてます。さて、続いて第5レースとなっていきます。S級の予選。今様子を見ているのが5番車天貝選手です。この天貝選手、まあ、山岸選手を目標にというレースになりますが、市田さんにもこの2人挙げていただきましたからね、うん、絶好じゃないですか天貝選手ね、うんうん、ここは4分線と細かく分かれてきました、まあ、どのラインからも狙えるっていうお話もありましたけれども、はい、この9番車の宮本選手の調子っていうのもしっかりと見ていきたいところです。実力あるからね、うん。さて声がかかりました。それでは第5レースです。実況でご覧ください。
競輪グランプリ2022シリーズ第15回寺内大吉記念杯競輪初日のアベマ湘南バンクです。快晴です。本当にいい天気になりました。気温は現在11度です。競争は第5レース SQ 予選競争、距離はバンク5周2025メートルです。厳しい2着権利の予選競争です。それでは対戦メンバー内から順を追ってご紹介いたします。1番岩手藤根俊樹、2番静岡菊池俊太郎、3番茨城山岸喜恵太、4番広島今岡哲司、5番栃木天貝和樹、6番福島久保木和重、7番静岡大塚秀信、8番千葉岡本秀幸、9番山口宮本俊介、以上のメンバーによる対戦です。4分戦となりました5レースの SQ 予選競争です。山口啓太このレース本命に押されました。菊池慎太郎は難関勢の先頭を走ります。状態を起こしました。そしてもう一つ山岸啓太マーク天貝和樹です。構えての号令かかりました。体制完了。号砲になりました。第5レース SQ 予選競争スタートです。真ん中から5番天貝和樹スタートを取りました。2番手から1番藤根俊樹、4番今岡哲司、2番が菊池慎太郎、7番大塚秀信、6番久保木和重、3番山岸啓太、8番が岡本秀幸、最後尾9番宮本俊介です。第3コーナーです。5番栃木の天貝和樹前を取りました。平塚公愛商バンク外から上昇3番茨城山岸啓太、2017年平塚ヤンググランプリ4着です。3番山岸啓太前に入って3番5番とちいばコンビ2週間目に入ります。この2人は気は違いますが同学年です。山岸啓太と天貝和樹、そして3番手から1番岩手の藤根俊樹、2019年立川ヤンググランプリは知っています。自在戦法藤根俊樹、マーカー6番車福島久保木和重、10月の世界選手権スクラッチで銀メダルを獲得、特別ルール初の適用者として A 級から S 級に特別昇格を決めています。6番久保木和重、1番6番東北勢、5番手9番山口宮本俊介、2020年当地ヤンググランプリ2着に入った9番宮本俊介、復帰2場所目の今シリーズ復調気配はどうか。マーク4番広島今岡哲司、9番4番中国勢。第3周回1コーナー後ろ攻め難関勢は3人、2番菊池慎太郎に7番車大塚秀信、そして8番の岡本秀幸、難関勢2番7番8番。菊池慎太郎は前場所大宮では連日好位置を取って直線勝負のレースでした。器用に立ち回っていました菊池慎太郎、動きました。難関勢3車2番7番8番、菊池慎太郎が前段上がっていきます。3週間目のホームストレッチ、難関勢を押し上げていきます。今赤門を通過して山岸啓太は引きました。ここで9番車の宮本俊介が4番手に上がって2コーナーです。先頭は難関勢2番7番8番菊池慎太郎、後ろの動きを見ながら、さあジャンが鳴ったところで9番の宮本俊介仕掛けるも、今度は1番の藤根俊樹、東北勢が行きます。2センターから4コーナー藤根俊樹が仕掛ける、マーク6番の久保木和重、東北勢1番6番やや遅れ組み、6番久保木和重2番手に追いついた。1番6番残り周を切って1コーナー、2番車菊池俊太郎うまく3番手を確保、2番7番そして3番の山岸啓太が現在5番手にいます。2コーナーからバックステージ9番宮本俊介が後方に置かれて200を切る。3コーナーショートマカル2番の菊池俊太郎2番手に追い上げながら、さあ4コーナー待って1番の藤根俊樹を捉える勢いだ。2番菊池慎太郎外から伸びてくる、7番車の大塚秀信だ、外から来たのは5番車天貝和樹です。5レース SQ 予選競争中央突破、5番車天貝和樹伸びきって先頭ゴール、5番7番3番がたり。
ソウルは異常なしの白旗。リプレイをご覧ください。菊池慎太郎うまく3番手を確保したんですが直線伸びきれませんでした。外から伸びてきたのは7番車と5番車天貝和樹が伸びきって先頭です。スーパースローをご覧ください。中央突破5番天貝和樹、内に7番大塚秀信、外から3番山口啓太です。決定放送までお待ちください。5レースの模様でした。第5レース S 級の予選の模様をご覧いただきました。さあゴール前ここ4コーナー回ってからの攻防戦が面白かったですね。誰が来るんだって、ね、どうやら真ん中伸びていきましたね。うん、そうですね。2番車の菊池選手が、まあ、中段入ってそこから仕掛けてっていう形 で、うん、でその後ろの大塚選手が伸びて、大塚選手もねよく耐えましたよね。そうですね。山岸選手もまくってきたので、うん、どこまで届くかと思って、天貝選手がまたなんか伸びたようにも見えています。第5レースの決定までお待ちいただきましょう。さて続いては第6レースです。こちらも S 級の予選、地元一番車の北井雄貴選手登場です。ご覧の9選手での対戦となります。さてどうでしょうか。このライン、まあ、地元勢長くなりそうですね。179ですね、はい、一番長くなります、はい。うん、ここも4分線となりますからね。そうですね、うん、また少しばらけてきました。後ほど確認していきたいと思いますが地元勢登場となっていきます。ご注目ください。第6レースの選手紹介をご覧いただきました。では放送です。決定、1着5番、2着7番、3着3番。平塚競輪5レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式4号1360円、枠番連勝単式4号1610円、車番連勝複式5番7番2460円、車番連勝単式5番7番4310円、3連勝複式3番5番7番580円、3連勝単式5番7番3番9780円、ワイド5番7番410円、3番5番140円、3番7番340円。以上でございますっていう感じありますもんね。好きだな安心して地元勢がついていけそうな、うん、はい、レースとなりそうですが、7番車の島津選手の様子もご覧いただいています。今まで頑張ってきたからね島津選手もね、うん、そうですね、絶好の番手だよ ね。さあここはどういうレースになっていくのか、地元勢が人気に応えることができるかどうかご注目いただきたいと思います。では第6レース実況でご覧ください。少し風が出てまいりました。発表では東の風1メートルです。バンクライは2コーナーから4コーナーに向かっての風向きとなっています。競輪グランプリ2022シリーズ第15回寺内大吉記念杯競輪初日のアベマ湘南バンクです。競争は第6レースを迎えています。競争種目は S 級予選競争第6組、距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番地元ホームバンク北井雄貴、2番熊本中川誠一郎、3番徳島小川ジオタ、4番福岡西田大志、
5番新潟藤原紀之、6番愛媛宇根秀俊、7番地元ホームバンク島津拓也、8番東京鈴木香織、9番地元ホームバンク小菅誠。以上のメンバーによる対戦です。4分戦の第6レースです。ホームの3人が連携します。さあ北井雪登場です。出力上昇中北井雪、その隣がスピード一級品タイトルホルダー中川誠一郎。発送いたします。島津拓也が北井雪マークの競争となります。体制完了です。号砲になりました。第6レース S 級予選競争スタートです。8番鈴木香織が前を取りました。1コーナーです。2番手から1番北井雪、続いて2番中川誠一郎、5番が藤原紀之、3番小川翔太、6番宇根秀俊、9番小菅誠、7番島津拓也、最後尾4番西田大志です。バックストレッチから3コーナー、8番東京鈴木香織前を取りました。S 級に特進して最初のレースとなりました鈴木香織。そして1番北井雪は現在2番手にいます。9月にここで S 級初優勝をパーフェクトで飾った北井雪、さらに勢いが増しています。後ろは7番車島津拓也が入りました。そして9番小菅誠、ホームの3人、1番7番9番、5番の藤原紀之上がっていきます。新潟5番藤原紀之、ここは8番車鈴木香織の2番手に行きます。8番5番の関東勢です。3番手から地元勢、1番7番9番、2番中川誠一郎は現在6番手から。ヤンググランプリを走ってタイトルを取ったのは21人いますが、そのうちの1人中川誠一郎、後ろは4番車福岡西田大地マーク、2番4番九州勢、第3周回に入っています。3番徳島小川城太は現在8番手、パンチ力のある小川城太、北井雄貴にどんな手を打つのか。6番車宇根秀俊マーク、3番6番は四国コンビです。2コーナーからバックストレッチ、まだ動きなく8番の鈴木香織が先頭、2番手5番藤原紀之、8番5番関東勢、ここから動くのは四国勢です。3番小川城太に6番宇根秀俊、3番6番上がっていくのを見て1番車北井雪も3番手から動きを見せました。さあカバン標識を通過するところで1番北井雪が動いた。さあ前を抑えて先行体制に持ち込む地元勢、1番7番9番8番鈴木香織が現在3番手のうちで粘っているのか。2コーナーからバックストレッチ、8番車鈴木香織に3番手のうちに粘りました。外に9番小菅誠、さあジャンが鳴って1番北井雪が、さあ今日も先行よく満々。4コーナーもある、早くもペースを上げる1番北井雪、1番7番3番手争いは8番鈴木香織が取った。残り周400を切る2番車の中川誠一郎、現在6番手、3番小川城太8番手、2コーナーからバックストレッチ、1番北井雪ぐんぐんとペースを上げていきます。マーク7番島下拓也、ペースは落ちない。北井雪さあ前回で2センター、2番7番車の島下拓也2番手でガードする、8番鈴木香織3番手、中川誠一郎は外から突っ込む体勢、1番北井雪が粘る、7番車の島下拓也抜きました。6レース S 級予選競争、北井雪貴の前回の逃げ、ガードした島津拓也、追い込んで7番1番、3番手奪った8番鈴木香織が3着です。中川誠一郎は伸びきれませんでした。ソウルは以上のシティプレーをご覧ください。島津拓也楽に追い込んでいます。見せ場作った北井雪貴、3着8番鈴木香織、中川誠一郎は外から4着あたりです。後ほどの決定放送まではお待ちください。6レースの模様でした。第6レース S 級の予選の模様をご覧いただきました。市田さんいかがでしたか。もうね、2周からもうやる気のオーラがだいぶ出てましたね、うん、そうでした ね、 ねしっかりと、まあ、あの小川選手が後ろから動いてきた時にももう出る気満々でした。は
あとはもう島津選手、もうねありがとうって感じでしたね。かっこいいよねゴール後のあの感じ。そうですね、またあのヒゲがまたさすがっていう感じでありました。でもしっかりと後ろからまくってくる選手たちを見ながらっていうレースでしたから、お見事抜け出しですね。はい、決定までお待ちいただきましょう。さあ続いて第7レースです。第7レースも S 級の予選、1番車の柴崎敦史選手ほかご覧の9名での対戦です。ここの柴崎選手のところにも今ラインがありましたね、志田選手前でというところですね。後ほどまたあの確認していきたいと思いますが、ここ2番9番5番のラインです。北日本勢というところになります。さてあとはどうでしょうかね、栃木の2人というところもありますからね、後ほど確認していきます。放送です。決定、1着7番、2着1番、3着8番。平塚競輪6レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式1号150円、枠番連勝単式51380円、車番連勝複式1番7番150円、車番連勝単式7番1番380円、三連勝複式1番7番8番950円、三連勝単式7番1番8番3030円、ワイド1番7番120円、7番8番540円、1番8番390円、以上でございます。しかし北日本勢3番手、中段は北日本ライン、2番9番5番です。4番栃木中村隆起は現在7番手、在庫地から先行勝負を貫いている中村隆起徹底先行、マーク同県千葉、同県栃木、3番正木慎太郎、4番3番栃木勢、そして千葉の8番立川風谷が最後尾、短期の競争です。出回は第3周回の2コーナー、7番志田流星が先頭です。マーク1番の柴崎敦史、3番手6番小川雅人チューブトリオ、北日本勢も3人、2番石井宏樹は4番手から、2番9番5番、4番中村雄貴現在7番手。さあ中村雄貴が動きます。4番3番栃木勢で8番立川和成にも乗っていきます。赤番を通過1コーナー、7番白流星一旦下げました。2番石井宏樹、北日本勢が4番手に上がって、白流星は7番手に一旦引きます。2コーナーからバックストレッチ、4番中村隆起現在先行体制で一旦ペースダウンです。ジャンが鳴っています。さあ白流星まだ7番手、前段の波をかぶってまだ仕掛けられません。4コーナー余ってホームストレッチ、4番中村隆起主導権、腰を上げました。残り1周を切る、早めに来た7番島田流星、志田流星が反撃に転じる、現在4番手で上がる、合わせて出る2番石井宏樹、7番志田流星をさあ外に張りながら石井宏樹が踏んでいくも、ここは7番の志田流星外から攻めてくる、2番手で上がった4コーナー丸、3番の正木慎太郎ブロックする、7番の田志田流星を止めにかかった、4番の中村隆起粘り切った、逃げ切りました。4番8番あたり7レース S 級予選競争、中村隆起の先行逃げ切り、志田流星まくり発です。ソロは異常なし、リプレイをご覧ください。志田流星何度もブロック受けて最後は止まりました。リプレイゴール線上をご覧ください。4番8番です。そして3番正木慎太郎、志田流星を止めながらの3着、
スーパースロー4番、8番、3番あたりです。後ほどの決定放送まではお待ちください。7レースの模様でした。第7レース S 級の予選の模様をご覧いただきました。ここはゴール前です。4番車の中村選手が主導権を取るレースということになりましたけれども、はい、ね、石井選手も志田選手もまくっていきましたが、ね、中段からものすごい牽制でね、はい、実のところ終わってみれば中村選手が、いや素晴らしい、これは決まると自信になるんじゃないですか、うん、このレースはね、はい、うん、しっかりと仕掛けていってということになりましたが、決定まではしばらくお待ちいただきたいと思います。手に力が入りましたね。ここは本当ギュッていう感じになりました。志田選手行き切ったのかというところでしたけどね、本当踏み切ってましたからね。さて第8レースです。続いて S 級の予選、こちらも1番車阿部力也選手ほかご覧の9名での対戦となっていきます。ここはどうやら3番線になりそうですね。また後ほど確認していきたいと思いますが、松井選手、地元としては登場ということになります。はい、後ほど見ていきましょう。第8レースの選手紹介ご覧いただきました。では放送です。決定、1着4番、2着8番、3着3番。平塚競輪7レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式462,150円、枠番連勝単式465,040円、車番連勝複式4番8番36,400円、車番連勝単式4番8番66,000円、三連勝複式3番4番8番12,300円、三連勝単式4番8番3番278,100円、ワイド4番8番6,010円、3番4番1,900円、3番8番2,620円。以上でございます。以上です。松井選手も本当存在感ありますからね。もうね、これからどんどん活躍していってほしいですね、うんうん、どうですか、もう近況 の、 その松井選手の走りというのは。いや、もう変わらずなんですけれども、うん、いやタイトル取ってほしい一人ですよ。そうですね、うん、さあここではどういうレースを見せてくれるのか、まあ、宮城の2人を引き連れてのレースとなります。またどうでしょうか、7番車の芦澤選手の様子などもご覧いただいていますね。朝倉選手を目標に、まあ、同県ですからね、はい、はい、さて声がかかりました。それでは第8レースです。実況でご覧ください。競輪グランプリ2022シリーズ第15回寺内大吉記念杯競輪、初日の阿部町湘南バックです。競走は第8レースを迎えています。競走種目は S 級予選競走、距離はバンク50、2025メートルです。気温は13度、湿度 60%、 風は東の風1メートルのコンディションです。2コーナーから4コーナーに向かっての風向きです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番宮城阿部力也、2番福井井原勝彦、3番茨城朝倉智人、4番大阪山本直樹、5番地元ホームバンク松井幸雄、6番兵庫玉手翔、7番茨城芦澤達弘、8番群馬桜井学、9番宮城今野哲也。以上のメンバーによる対戦です。3分戦の8レースです。松井幸雄登場です。
枠の3人です。阿部力也が松井こういうマークの競争、井原勝彦県明復帰戦です。朝倉智人が松井こういうにどこまで対抗していく競争となるんでしょうか。発送いたします。そして松井こういうです。当時前回ヤンググランプリホームバンクで制した松井こういう、あれから2年が経ちました。号砲になりました。第8レース S 級予選競争スタートです。1番阿部力也スタートを取りに行きました。続いて3番朝倉智人、2番が井原勝彦、4番山本直樹が1点、5番松井幸雄上昇、続いて9番今野哲也、6番は玉鉄翔、7番足澤達弘、最後尾8番桜井岳です。第3コーナーです。1番宮城の阿部力也前を取りました。そして松井幸雄を迎え入れます。松井幸雄前に入ります。今年はグレードレースの参加がほとんどでした。優勝はありません。今年の最終戦でホームで優勝で終わりたい5番車松井幸雄。その松井幸雄と連携するのは宮城勢となりました。1番阿部力也に、その後ろは9番今野哲也です。5番1番9番、2番車の井原勝彦中段4番手、当時前回もこの平塚グランプリシリーズでした井原勝彦、マークは4番車の山本直樹、その前回の平塚グランプリシリーズで2日目ワンツーを決めているこの近畿の2人、2番4番、そして6番の兵庫玉手翔が近畿ラインの3番手、2番4番6番です。近畿勢も3人、そして3番朝倉智人は現在7番手にいます。茨城の先行タイプです。後ろは7番車茨城の足澤達弘、続いて8番群馬の桜井岳、足澤桜井ともに平塚公愛賞バンクです。3番7番8番の関東ライン、周回は第3周回のバックストレッチ、先頭5番松井幸雄、抜群の走力を誇る松井幸雄です。マーク1番車阿部力也、競争得点このメンバー最上位です。9番今野哲也3番手、動いた関東ラインです。関東勢が上がるも中段から合わせて2番の井原勝彦、近畿勢も上がっていきます。今赤番を通過、近畿勢が前を切って1コーナー、ここで3番の朝倉智人一旦下がって4番手、5番車の松井幸雄7番手に引きました。2コーナーからバックストレッチです。3番朝倉智人、5番の松井幸雄を警戒しながら4番手、今ジャンが鳴ったところ、前で待ち受ける2番井原勝彦、2センターで動く5番の松井幸雄も、3番車の朝倉智人も中段から合わせて上がっていく、内をついて伸びていく9番の近野哲也、2番車の井原勝彦も踏む、外から踏み合いになったところで5番の松井幸雄を叩いた、1番の阿部力也2番手、9番の近野哲也は離れて3番手に3番の朝倉智人です。2コーナーからバックストレッチ、5番松井幸雄が飛ばして3コーナー、マークぴったりマーク1番阿部力也、5番1番3番手3番の朝倉智人、4番手7番芦澤達弘、4コーナー丸踏み直す踏み直す5番の松井幸雄、そのまま振り切って先頭ゴールです。8レース S 級予選競争、馬力のある松井幸雄、その持ち味発揮のレースです。5番1番7番あたり走路は異常なしです。リプレイをご覧ください。最後でスピードが落ちませんでした。最後の踏み直し5番松井幸雄、食らいついたアベリキアを振り切りました。スーパースローです。人気両者ワンツー、5番1番3着7番芦澤達弘、決定放送までお待ちください。8レースの模様でした。第8レース S 級予選の模様をご覧いただきました。さてゴール前はご覧の通りですよ。5番車の松井選手がここは逃げ切るかどうかっていうところもね、ねえもうね、うん、1周半あの大外踏んで、はい、おそらくファンの皆さんもね、残り 200m ぐらいから持つのかと思ったと思うんですよ、はい、ちゃんちゃんってですあれは踏み直し、踏み直しです。素晴らしいです。すごい力入りましたね、うん、阿部選手もこうついててどうだったんですかね、聞いてみたいですね。どうやら阿部選手もちょっと突き果てっぽく感じましたね。うん、本当に見応えのあるレースが続いていますが、ここも見せてくれました。決定までしばらくお待ちいただきたいと思います。
さて続いては9レースになります。 S 級予選は9レースと10レースまでということになりますのでね、ここは1番車の山下和樹選手ほかご覧の9名での対戦となります。この9レースは3分戦ですね、うん、はい、3分戦注目の太田選手ダッシュしましたね、しましたね。今9番1番4番のラインありましたが、後ほどまた確認していきたいと思います。では放送です。決定。1着5番2着1番3着7番平塚競輪8レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式14140円、枠番連勝単式41210円、車番連勝複式1番5番130円、車番連勝単式5番1番220円、3連勝複式1番5番7番370円、3連勝単式5番1番7番580円ワイド1番5番110円5番7番200円1番7番300円以上でございます。こういったところでね、しっかりと踏み込んで見せてもらいたいところだね、うん、そうですね。またこういうところの舞台で、うん、あのそういう強さを見せてくれるっていうと、またわっと人が、ね、うん、ファンが増えるんじゃないかなと。いいじゃないですか、もう年末の大一番のね、うん、大舞台の、まあ、それも前になるんですけどね、うんうん、こういった開催なかなかないですから。そうですよね、うん、ここで太田選手がどのようなレースをして、そして今どんな気持ちでしょうか、山下選手。いや、もうこれはもう集中しかないでしょう、もう、うん、もう全集中ですよ。そうですよね、91で 1.9 倍、でも折り返したとこも 4.9 倍ですからね。山下選手もね、実のところはスピードありますからね、うん、ついていったらわからないとおっしゃってましたもんね、はい、池田さんも、はい、ここもご注目いただきたいと思います。第9レースは3分戦という形になりますが、畑段選手、検車場に私たち今回インタビューをするので、うん、あのちょっと伺ったんですが、畑段選手がなんとなくこう、うん、なんだろう、こう目に入るというか、うん、そういう選手っていないですか、調子が良さそうだと、あ、なんかファッと目に入る、わかります ね、ある、そういうイメージがちょっとあったんですよね、はい、そうですね、目に入りました、ね、確かに、うん、だからちょっとこの畑段選手のなんていうんですか、存在感みたいなものもあるのかなと逆に畑段選手が見てるからっていうこともあるからね逆にね、そっか、はい、なのかちゃんのこと、まあでも調子が良くないとね視野も広くないですから、そうですよね、うん、だからちょっとこの中野選手の番手にいる、まあ、京都同士ですからね、ここもまた気になりますよ、はい、さて9番車の太田選手の横顔もご覧いただいて、早速声がかかりました。第9レース実況でご覧いただきましょう。だいぶホームスタンドの影が伸びてまいりました。バック内です。日の当たっているのは2コーナーから2センターあたりとなっています。競輪グランプリ2022シリーズ第15回寺内大吉記念杯競輪、初日のアベマ湘南バックは第9レースを迎えています。競争種目は S 級予選競争、距離はバック5周2025メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番山口山下和樹、2番東京岡田誠陽、3番京都畑段嵐、4番熊本松岡義隆、5番東京鈴木光大、6番埼玉宮下隆之、7番京都中野勇気、8番滋賀中井守、
9番岡山太田海也。以上のメンバーによる対戦です。3分戦の第9レース、注目の新人レーサー登場、太田海也です。岡田誠洋、2003年慶応閣ヤンググランプリの覇者です。山下和樹は発電系となる太田海也マークの競争です。そしてこの人、太田海也、養成所早期卒業の121期生ゴールデンルーキーです。自身をアピールする絶好の舞台となりました。最後に旗段荒れし、ハンドルを握りました。体制完了、号砲になりました。第9レース S 級予選競争スタートです。1番の山下和樹と3番旗田嵐がスタート取りに行きましたが、ここは内から1番山下和樹が上がって前を取りました。下がって3番旗田嵐、外から9番太田海也上昇、2番車岡田誠洋がいて、4番は松岡義孝、5番鈴木光大、8番中井守、6番宮下孝之、最後尾から7番中野勇樹です。今3コーナーから2センター前に入りました。9番太田海也です。ナショナルチーム短距離強化指定選手 B 指定選手です。自転車未経験から早期卒業、あっという間に S 級に上がってきました。太田海也、マーク1番山口の山下和樹です。9番1番そして4番の熊本松岡義孝、このライン3番手、9番1番4番7番京都中野勇樹が4番手に入っています。京都の先行タイプ、後ろは3番京都旗南嵐、ヤンググランプリは2016年に走っています。旗南嵐、8番滋賀中井守が近畿勢3番手、7番3番8番近畿勢、5番の東京鈴木光大は後ろ攻め7番手、東京の先行タイプ、マーク2番東京岡田誠洋、続いて6番埼玉宮下孝之、埼玉東京勢5番2番6番です。青番を通過、第3周回の1コーナーです。先頭9番太田海也、底知れぬ魅力を持った逸材です。後ろは1番車山下和樹、4番松岡義孝3番手、7番中野勇樹が4番手で、5番鈴木光大7番手、中野鈴木ともに経験値の差を見せて太田海也の足をすくいたいところですが、まだ動きはありません。第3周回4コーナー回って誘導2勝、車間を切った9番太田海也、同型の動きを警戒して動いた5番鈴木光大、さあ埼玉東京勢上がっていく、打勝周回1コーナー太田海也引きました。最強勢前に出て、今度は7番の中野勇樹が4番手に上がって、9番太田海也一旦7番手に引きました。向こう上面、さあジャンとともにスパートするのは7番中野勇樹です。近畿勢が攻めます。5番鈴木光大は叩かれて後退していきます。9番太田海也、さあ4コーナー回ったところで、さあ攻勢に転じます。9番太田海也、このダッシュに1番の山下和樹切れました。さあ2コーナーに向かっていく太田海也が攻めていく。さあ7番の中野勇樹を捉えた、2番手追いついた山下和樹、一応離れたんですが2番手に追いつく。3番旗田嵐が2番手に切り替えようとしている。2センターから4コーナー、旗田嵐が内に入った。4コーナー丸、9番太田海也先頭だ。太田海也先頭、追いかける3番旗田嵐、9番3番押し切った太田海也。第9レース級予選競争、怒涛の反撃でした。太田海也一気に前段叩いて先頭ゴール、切り替えた3番旗田嵐、走路は異常なしです。リプレイをご覧ください。旗田嵐が2番手に切り替えました。リプレイのゴール戦場は9番3番3着8番中井守る、スーパースローです。太田海也持ち味発揮のレースを見せました。後ほどの決定放送まではお待ちください。9レースの模様でした。第9レース S 級の予選の模様をご覧いただきました。太田選手のスピードいかがでしたか。いや強い、はい、山下選手も縦足あって追いついたけど、うん、いや強い。そこをまたどうでした？なんか終わった後の表情もクールですね。クールだったねスッとした感じの。私その後ろの肌団選手もね、クールだったな。クール
フルですよ、うん、いいレースしたんじゃないですか多田選手。それやっぱり見てるだけあるね、こちらね、なのかちゃんを、うん、見られていたってことになったのかもしれないですね。これ2着までですからね、うん、何としてもですからね、勝ち取りましたよ、決定まではしばらくお待ちいただきたいと思います。さて続いて第10レースです。こちらは S 級の初日特選ということになります。いいメンバーです。一番車の和田健太郎選手ほかご覧の9名での対戦となります。さてこの第10レースも見応えありそうなメンバー揃いましたね。いやもうこれはもうはっきり言いますけど、はい、記念の決勝メンバーですね。本当ですね、はい、じっくりと皆さんも考えていただきたいと思いますが、ここで放送入ります。決定。1着9番、2着3番、3着8番。平塚競輪9レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番伝承複式36760円、枠番伝承単式63900円、車番伝承複式3番9番740円、車番伝承単式9番3番860円、三連勝複式3番8番9番3960円、三連勝単式9番3番8番6410円、ワイド3番9番350円、8番9番1630円、3番8番1550円。以上でございます。浅井選手の後ろ姿ですね。え、百戦錬磨ですよ浅井選手ね。え、浅井選手もね、やっぱりグランプリの思い出っていうのはありますからね、うん、それはもう浅井選手との思い出もいっぱいあるな。あ、本当ですか。あ、もう強い。あ、そうですか。立ち方がまたいいよね。そうですね、本当にスッとしたやっぱりこだわりを持った選手ですからね、はい、そしてこの第10レースなんですが、ちょうどその浅井選手から人気になってきましたけれども、他にも地元の和田まくる選手がここでどういうレースをするのかもご注目いただきましょう。それでは第10レース実況でご覧ください。この後は実況放送でお楽しみください。ここでしょう。バンクはほぼ日の陰った状態となりました。気温も1度下がりまして12度と発表されています。湿度は 55% です。風は現在東の風1メートル、2コーナーから4コーナーに向かっての風向きです。競争は第10レース S 級特選競争です。競輪グランプリ2022シリーズ第15回寺内大吉記念杯競輪特選競争を迎えています。距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーをご紹介いたします。1番千葉和田健太郎、2番三重浅井光太、3番徳島小倉隆一、4番栃木神山拓也、5番地元ホームバンク和田まくる、6番徳島太田龍馬、7番宮城和田圭、8番熊本瓜生隆友、9番大阪南修司。以上のメンバーによる対戦です。特選シードの9人、豪華なメンバーが揃いました。さあ和田健太郎、浅井光太ともに平塚グランプリの覇者。和田健太郎は2020年、浅井光太は2017年の覇者です。そして真ん中5番和田まくる、今大会地元のエース格、両隣がヤンググランプリを制覇した神山拓也と太田龍馬、亀戸の号令かかっています。体制完了です。号砲なりました。第10レース S 級特選競争スタートです。まずは8番ウィリュー高友スタートを取って1コーナー、2番手から2番浅井光太、
1番が和田健太郎、3番小倉隆一、6番太田龍馬、9番南修司、和田まくるは7番手から、続いて4番神山拓也、最後尾7番和田圭です。第3コーナーです。前を取った8番熊本ウィリュー高友、ここは徳島の2人を迎え入れています。6番太田龍馬前に入っていきます。2018年静岡ヤンググランプリの覇者太田龍馬前に入っていきます。マークは3番車徳島小倉隆一、百戦錬磨の追い込み選手、技と勝負根性は臨界屈指。徳島勢の後ろ3番手が8番熊本ウィリュー高友、今年は函館記念を制して箔をつけました。競輪 IQ の高いウィリュー高友3番手、4番手から2番車三重の浅井光太です。グランプリは2度制覇している浅井光太、後ろは9番車大阪南修司。11月の4日市で2年半ぶりの優勝を飾って終盤に入って足を上げてきました。南修司、2番9番中部近畿コンビです。4番車栃木神山拓也は短期で現在6番手、2009年慶応学ヤンググランプリの覇者平塚得意バンクです。第3周回1コーナー、地元の5番和田まくるは現在7番手から、2013年立川ヤンググランプリ準優勝、ホームで戦う和田まくる、11月にここで優勝したばかり。マークは1番車和田健太郎、2020年平塚グランプリの覇者、あのゴールまでの景色は一生忘れないと昨日話していました。そして7番車の和田圭、宮城の実力者、和田圭は難関勢を追走。さあここで5番の和田まくる動きました。和田まくる上昇、難関勢が上がります。今赤番を通過しましたが、6番の太田龍馬一旦突っ張るのか、突っ張ります。太田龍馬突っ張った、突っ張られて5番の和田まくる一旦下がりました。相手は4番手に入りました和田まくる。さあここで2番車の浅井光太が7番手に引きました。今ジャンが鳴ったところ、6番太田龍馬先行体制、徐々にペースを上げていきます。マーカー3番ガッチリと小倉隆二、3番手8番のウィリュー高田も一列棒状、残り1周を切りました。1コーナー5番和田まくる絶好の4番手まくりポジション、2コーナーからバックストレッチ、2コーナーから和田まくるのまくり、和田まくるのアタック、3番手から2番手に詰まる。これを3番小倉隆二は止めきれない。1番和田慶太郎が2番手、3番のここは小倉隆二2番手を決めようとするが決めきれません。4コーナー丸、5番のここは和田まくる先頭、1番和田健太郎外から9番車が伸びてきた。10レースです9特選競争、南修司が直線鋭い足で伸びました。9番1番に見えました。南修司直線一気に伸びてきました。走路は異常なしです。それでは10レースリプレイをご覧ください。4コーナー回ってコースを切り開いて、南修司和田健太郎をかわしたようです。スーパースローをご覧ください。南修司に和田健太郎9番1番内に5番車和田まくる3着あたりのようです。決定放送まではお待ちください。10レースの模様でした。第10レース S 級初日特選の模様をご覧いただきました。こちらがゴール前です。いかがでしたか？見事な、もう各選手とも見事な仕掛け合いでね、いやー、和田選手、和田まくる選手のもう気持ちの入った走り、そうでした ね合わされてもまくって浅井選手が後方になるというね、はい、レース展開でしたね。和田まくる選手は中段に入ることができて、そこからの仕掛けという形になりましたけれども、最後ゴール前伸びてきたのが南選手に見えましたが、放送です。決定、1着9番、2着1番、3着5番。平塚競輪10レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式16720円、枠番連勝単式613870円、車番連勝複式1番9番
3580円、シャバン連勝単式9番1番8360円、三連勝複式1番5番9番5040円、三連勝単式9番1番5番5万3000円、ワイド1番9番700円、5番9番1570円、1番5番350円。以上でございます。さて12月28日の最終レースということになります、ヤンググランプリ2022。はい、まあ、正面には吉田選手の表情ですね。どうでしょうか、今この時っていうのは、緊張感がどうなのか。よくね、発想台につくとっていう話は聞きますけど、もうこれはもうね、自分が取るイメージ、自分を信じている時間ですね。さてふーっとね、息を吐くような表情も見せました吉田選手です。ここからはヤンググランプリとなりますね。旧選手でどのようなレースをしていくのか。いやいいですね。いや緊張感ありますね。大きな声も聞こえてきましたよ。それではヤンググランプリスタートです。ここからは実況でご覧ください。2番福井寺崎康平、3番岐阜山口健也、4番長野菊池武人、5番香川石原颯、6番岐阜橋本裕樹、7番広島町田大河、8番熊本松岡達弘、9番徳島犬伏優也、競輪グランプリ2022シリーズ第15回寺内大吉記念杯競輪初日のアベマ湘南バンクは、いよいよ本日のメインレースヤンググランプリがスタートします。競争種目は第11レースヤンググランプリ、距離はバンク5周2025メートルです。アグレッシブに戦う息のいい選手が揃いました。バチバチの先陣争いとなりますか。そして誰が自身の強みを出し切るのか、楽しみな一戦です。それでは対戦メンバーをご紹介いたしましょう。1番茨城吉田裕樹、2番福井寺崎康平、3番岐阜山口健也、4番長野菊池武人、5番香川石原颯、6番岐阜橋本裕樹、7番広島町田大河、8番熊本松岡達弘、9番徳島犬伏優也。以上のメンバーによる対戦です。これまでヤンググランプリ出場からステップアップしてタイトルホルダーになったのは21人です。さらにヤンググランプリ出場からグランプリを制覇したのは7人います。将来は嘱望されている今年のヤンググランプリメンバー、ここからタイトルホルダー、そしてグランプリを取る選手が何人出てきますか。さあ前傾姿勢、最後に6番橋本裕樹ハンドルを握ります。体勢完了です。号砲になりました。第11レースヤンググランプリスタートです。さあスタート争いはなく牽制し合っています。ここは誰も前に出ていきませんが、ようやく1番の吉田裕樹が上がっていくようです。続いて4番菊池武人、菊池武人が吉田裕樹をかわして前に行きました。3番手から2番手田崎康平、続いて3番山口健也、6番橋本裕樹、5番石原颯、8番松岡達弘、そして2番手田崎康平、8番手から最後尾7番の町田大河です。4コーナー回りました。さあここで吉田裕樹が前に行きやす。メンバー最年少吉田裕樹、パワフルな足に磨きをかけています。2番手に4番菊池武人です。
早期卒業のプライドで戦う吉武と今日はマークに回ります。3番手に2番手の寺崎康平、パリ五輪も見据えるナショナルチームのエース候補、脂も乗ってきました。昨年の鉄は踏まないでしょう。寺崎康平短期です。その後ろ4番手から3番岐阜の山口健也です。エネギッシュなプレーでタグに戦う山口健也、昨年は G2 優勝の最短記録を打ち出しました。続いて6番手同じく岐阜橋本勇気、今季急成長した22歳、来季初の一般岐阜コンビ3番6番周回は第3周回、9番入口優也は現在6番手に構えています。力強い機動力と光る運動量で圧倒する9番車入口優也、マークしていくのは5番車香川石原颯、今年は怪我に泣きました。試練を乗り越えさらなる飛躍を誓います。9番5番、そして7番車町田大河は現在後ろ攻め8番手です。果敢に主導権を握った昨年のヤンググランプリ、今年は勝ちにこだわってレースをしていくんでしょうか。動いた7番町田大河、マークはここは8番松岡達弘、G3 でも要所に光る動きを見せています。動いた7番町田大河、さあ赤番を今通過しました。ここは町田大河攻めていくも1番吉田裕樹は突っ張るのか引きました。抑えた7番町田大河、マーク3番のいや8番の松岡達弘、引いた1番吉田裕樹3番手。さあここでまだ後方は動きがありません。今ジャンが鳴っています。町田大河今年も主導権を握った、マーク8番松岡達弘3番手、1番の吉田裕樹、そして4番菊池武と2番手の寺崎康平は現在5番手、その後ろから3番山口健也、9番入口優也は8番手です。残り1周を切った2コーナーです。飛ばすなら町田大河、車間を切る8番手の松岡達弘、3番手まくりは1番の吉田裕樹だ。吉田裕樹3番まくりを打った、追走4番の菊池武と寺崎康平全体3番手だ。4コーナー待った、1番吉田裕樹先頭だ、後ろは4番の菊池武とだ。吉田裕樹粘った粘るも4番車菊池武と11です。ヤンググランプリ菊池武とが抜いたように見えました。4番1番3番あたり町田大河が主導権、うまく3番手を取った関東の2人。走路は異常なし、リプレイをご覧ください。吉田裕樹が3番手まくり、マークしていた4番菊池武人が抜いたように見えました。スーパースローをご覧ください。初めての番手戦ものにしました菊池武人、4番1番3番あたりです。後ほどの決定放送まではお待ちください。第11レースの模様でした。さあヤンググランプリの模様をご覧いただきました。ここはゴール前です。ちょうど3番手にいました。4番車の吉田選手、そして菊池選手のゴール前勝負、見てくださいこの表情。もうね、はい、いい表情、相当興奮しますもんね。いやそうですよね、かっこいい、渾身のガッツポーズ、うん、素晴らしいね。いい表情でした ね見てください。ああいい表情、うん、いいですね。この後、うん、ね、ね、まずはあの決定をお聞きいただきましょう。ヤンググランプリ2022決定、1着4番菊池武人、2着1番吉田裕樹、3着3番山口健也。平塚競輪11レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式14,590円、枠番連勝単式41,920円、車番連勝複式1番4番2200円、車番連勝単式4番1番4220円、3連勝複式1番3番4番3600円、3連勝単式4番1番3番2250円、ワイド1番4番860円、3番4番590円、1番
3番730円以上でございます。では最終第11レースの結果です。ヤンググランプリ優勝は4番菊池武人、